ごきげんよう。感動起爆剤講演家の宮崎文隆です。光り輝く高齢者になる秘訣を配信しております。今日は2023年10月の30日、10月もあとわずかとなりましたね。今日は人生にもっと笑いを、人生にもっと感動をというシリーズからお送りしたいと思います。まず最初はですね、あの小路金丸さんの夫婦川柳を言ってみたいと思います。今日は最終回です。夫婦川柳の最終回となりました。行ってみたいと思いますね。これは第4幕テレビ芸能お笑い編の中から行ってみたいと思います。ご近所でいつも飲んでるおっさんず、ご近所でいつも飲んでるおっさんず、奥様からただの鈍感なおっさんと言われたご主人ですが、おっさんといえばドラマおっさんずラブかっこテレビ朝日系も話題になりました。会社帰りに近所の居酒屋でちょっと一杯のご主人、飲むのは近所の顔見知りのおじさんばかりで気を使うこともなくリラックスして飲めるもんな。男同士で飲んでいてもドラマのおっさんずラブのような危険な関係になる可能性はゼロで奥様も安心です。ゆっくり飲んでから帰ってきていいわよと奥様も公認。字は違うけど私は早々と男入りしているわね、おやすみ。一方居酒屋のおっさんずはというと、これも人気ドラマチアダン TBS 系の話題に。チアダンってどんなお菓子だ、亭主ボケ。しかしドラマの内容が分からずチヤホヤされる旦那の話で、チアダンか、いやお菓子の名前だろう、とぼけた会話が続くのです。ご近所でいつも飲んでるおっさんずだって。続いてまいりたいと思います。お父さんダジャレ連発ドン引き家族、お父さんダジャレ連発ドン引き家族、どれだけダジャレを言ってるんだと思うんですが、映画でヒットしたのはカンヌ国際映画祭でパルムドール最高賞を受賞した万引き家族是枝、広和監督ですね、是枝裕和監督の万引き家族です。東京の下町に暮らす日雇い労働者の夫とクリーニング工場で働く妻、その息子と妻の妹、そして夫の母という家族のお話です。内容については映画を見てのお楽しみということですが、我が家は映画になるようなストーリー性はゼロの家族ねと奥様、だって旦那はダジャレしか言わない、ぐーだらてぐーたら亭主だもん。ダジャレしか言わないって誰じゃ誰じゃとご主人、早速ダジャレかいと奥様、まあまあ怒らずに、喉が渇いたよ、温かいお茶あったかいお茶を一杯、茶飲みます頼みますの茶飲みます。お茶を飲む俺ってお茶目、ダジャレの三連発に奥様も子供もうんざり顔、そんなダジャレ好きだぐうたら亭主も最後は家族から見捨てられます。飯まだか、家族ドン引き俺孤独、お父さんダジャレ連発ドン引き家族というそんなお父様いるんでしょうね。続いてまいります。終わったと思っているのは女房だけ、終わったと思っているのは女房だけ、ん、なんだこれは。映画では定年後のサラリーマンを描いた舘ひろしさんの主演の終わった人もヒットしました。でもご主人の方はまだまだ現役を続ける自信があるようです。それに対して強がり言わないでよと奥様、終わってないなら私の前で行動を示しなさいよ、ほら早く、ご主人心の中で嘆きます、つぶやきます、心の中でつぶやきます、悪いけど女房の前では終わってるこれがいいです。悪いけど女房の前では終わってる。奥様の口攻撃は続きます。夫婦で大事なのはスキンシップなのよ、
今さら女房相手にな。点々。聞こえたわよ。何よ。私が相手じゃ不満。今度は奥様に聞こえないように不満と心の中で叫ぶご主人なのです。でもご主人、奥様が家にいないと何にもできないようで、お出かけの度、いつに帰るの？いつ帰るんだ？と聞いてきます。点々点。定年後、妻の帰りを俺が聞く。終わったと思っているのは女房だけ。はい。最後の句が2つ載っておりますが、人生は80年の暇つぶし。人生は80年の暇つぶし。100年も暇つぶせるかな、我が夫婦。100年も暇つぶせるかな、我が夫婦。私はいつも人生は100年の暇つぶしと申しております。ライブでも言いますし、私が初プロデュース、した旅のバラエティ番組の名前も、綾小路きみまろの人生暇つぶし、かっこテレビ大阪でした。DVD も発売中。きみまろさん、いつもそんなに暇なの？いえいえ、奥様。私のことでございます。私のことではございません。人生時間に追いかけられて、せかせかと生きるんじゃなくて、できるだけ気負わずにもっと気楽に楽しみましょうというメッセージを込めて80年の暇つぶしと呼んでいるのです。でもこれからは人生100年時代です。暇つぶしの時間がもっと伸びてしまうのです。もうこれ以上神さんのおしゃべりに付き合わされるのはごめんだよ。暇そうな亭主の仏頂面を見てたらこっちが病気になれそうだわ。皆さん大丈夫です。そんな時こそ夫婦川柳をお楽しみください。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。人生は80年の暇つぶし。100年も暇つぶせるかな、我が夫婦。最後は、芭蕉で爆笑。メイクもじり川柳。我ときて遊べや親のないすずめ。いつさ。小遣い減で遊べぬ金のない夫。孝行のしたい時に親はなし、ことわざ。嫁孝行したい自分に嫁はなし。嫁孝行したい自分に嫁はなし。面白うてやがて悲しき、鵜飼い舟かな。鵜舟かなか。面白うてやがて悲しき、鵜舟かな。場所。面白うてやがて悲しき、夫婦かな。面白うてやがて悲しき夫婦かな。これが今回で終わりますので、最後ですね、文庫版後書きを言ってみたいと思います。皆様、きみまろ夫婦川柳傑作選の第3巻3巻いかがだったでしょうか。お家の中でも楽しく笑っていただけましたでしょうか。新型コロナは中高年にとっても大変な試練となりました。老後の楽しみだった旅行や食べ歩きができず、可愛い子や孫と会う機会も減ってしまいました。そんな中高年こそ大いに笑って免疫機能を高めていただけたらと思います。私、きみまろもメジャーデビュー15周年を超えて全国を飛び回る日々を過ごしておりましたが、コロナで生活が一変、自宅の畑でかぼちゃやなす、人参などの野菜を育てたりしています。まさに濃厚接触ならぬ、濃厚接触、耕すですね。脳を耕す接触、点点点。今は徐々にライブを再開し、来たる20周年に向けて精神続ける毎日です。そんな私の今の願いは、まずライブに来ていただいたお客様に安心して楽しんでいただくこと、そして出演したテレビ番組や爆笑漫談 DVD の視聴者に喜んでもらうこと、さらに週刊ポストの連載、夫婦の劇場のこのきみまろ夫婦川柳傑作選の読者に大いに笑っていただくことでございます。この三冠王が達成できたら入場無料じゃなくて感無料なのでございます。三冠で目指せ笑いの三冠王。今回本書に収録した川柳作品も1、2巻と同じく、これまでの私のネタから5、7号に揃えたものや、週刊ポスト編集部が作った作品から選んで並べ替えたものです。この本の出版にあたっては、
同編集部の萩迫秀則さんと関哲夫さん、そして編集プロダクションの夢組の島崎康久さんにお世話になりました。謹んで感謝申し上げます。綾野浩二金丸。本書のプロフィール。本書は2019年6月に小学館より刊行された同名の単行本を加紙、加筆、加筆修正して文庫本にしたものです。これで、金丸、風船流、美人妻、マスク取ったらただの妻という、まあ、人生にもっと笑いを、大いに笑いたいと思っております。それが、一つ高齢者になる秘訣ですね。笑う。もう、くすんでいたり、しょぼんとしていたり、寂しがったりしている時ではないのです。高齢者になるには笑おうではありませんか。わっはっは。笑って今日も明るく一日。ごきげんよう。